さあそれでは今週のゲストご紹介しましょう。サイレントサイレンのボーカルギターのスーさん、そしてベースのアイニャンさん、お二人でございます。お帰りなさいませ。あ、ただいまです。ただいまです。帰ってくるの遅いよそもそも本当ですか、うん、だって前に来ていただいたのがあの2月ですよ。すごい、9ヶ月ぶりぐらいですか。だからという間すぎて、そんな経ちましたっけ。9ヶ月そうだね、9ヶ月10ヶ月そっ経ってますよ。今日は今なんか持ってきてくれてますね。はい、スタジオの中に。そうなんです。ちょっとせっかくなので、はい、生でお見せしたいなと。なんとフェンダーからスーさんとアイニャンのシグネチャーモデルが12月に、はい、ね、12月末なんですか、はい、発売ということで、はい、派手ですねお二つとも。はい、派手です。派手ですね。もう派手ですね。これはす、まあとりあえずスーさんのギターからいきますと、はい、とりあえずサイレントサイレンテレキャスターはいということでございまして、一からデザインして監修して。そうですね、私が初めて自分でフェンダーを買ったのがテレキャスターだったんですよ、はい、で、うん、テレキャスターで C ラインとかもちょっと使ってて、うんうん、結構イメージが強かったので、うん、そのイメージが一番強い新ラインのモデルのちょっとバージョン違いみたいな感じで作ったのがこれ、このモデルです。指板まで真っ白ですよ。そうなんです。もうオールホワイトで作ってもらって、うん、結構指板まで白っていうのがちょっと難しかったっぽくって、うん、いやいや難しいでしょなのですごい頑張ってもらいました。だって結局それでポジションマークもそのまま残さなきゃいけないしさ。そうなんですよ、シェルなのでポジションマークがね。サイドのポジションマークは黒なんですけど、うん、ちょっと見づらいっていう。そう、この前から見ると真っ白に見えるって、はい、指板まで真っ白いギターなんてプリンス以来ですよ。プリンス言われました、うん、言われました。言われた。はい、本当に他になんかそこまで塗る人聞いたことないもん。そうなんですよ。だけどすごいのは新ラインじゃないのにボディに F ホールが。そうなんです。書いてある、書いてあるんですよ。すごい細いライン、スミレ色のラインで、はい、うん、あの新ラインのマークだけ、うん、でなんでこれ本当にこう空間がないのかっていう、うん、空いてないのかっていうのは、はい、やっぱりちょっと初心者向けに作りたいなっていう、うん、この私たちをきっかけに楽器に触れることが多くなったらいいなと思って、うんうん、新ラインの若干の音作りの難しさみたいなのがあると思うので、はい、まあボディが、新ラインっていうのはボディ半分空いてるんですよ穴が、はい、ね、あのギター自体がね、はい、でそれで生鳴りもするんだけどハウリングしたりとかもするし、はい、ちょっとこう普通のテレキャスに比べたら、ね、そうですね、ちょっと癖があるっていう、ちょっと難しいなと思うので、うん、よりこうあの自分の使ってるモデルに近いけど、うん、使いやすいようにこのラインだけ、うん、あ、しなもう新ラインの気持ちは忘れずに、はい、気持ちは忘れずに、音作りはもう少し楽だぞみたいな、はいはい、ただ親切なのはすごい裏にコンターが入ってて。あ、そうなんです。実はちょっと、ね、あの新ラインって結構分厚くて女の子とか、ね、そう、女の子がちょっとフィットしないなっていうのがあるので、うん、私ジャズマスターも使ってるんですけど、うんうんうん、メインでそのジャズマスターの一番自分の体にフィットしてる形をここに落とし込んで、うん、あ、じゃあどっちかっていうとそのジャズマスターの そのコンター部分をここに移植した的な。そうです、同じカーブで削りた、はい、削った。すごい。これコンターって何かっていうと、ギターの後ろ側で例えば座ってたりとか立ったりとかして弾いた時にお腹とか胸とかに当たる部分がとんがってて痛い、ギターが痛い、じゃあ削れ、そう痛くないぞみたいな、はい、それを元から削ってあるモデルにしました、ね、素晴らしい、素晴らしい、はい、重いですか、重くないですか。ちょっと持ってみてください。そんな重くないんですけど、持って帰っていいの。そう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 、あ、全然軽いじゃん、はい、でも結構音がしっかり、リアハムなんですけど。あ、嬉しいな、ヘッドの裏にサインがついてる、はい、ちょっと控えめに、あの、すごい、サインがちょっと可愛らしい。ネックのジョイントプレート、サイレントサイレンって書いてある。はい、これも控えめです。控えめっていうか、これちゃんとレーザーで入ってるっていう、はい、きちっとしたやつですけど控えめでも何でもお金かかってますからね。表には入れお金かかってますね、はい、うわわ、あ、でもちゃんとした素晴らしいネック、はい、ネックもあのちょっと細めになっていて、うん、いつも削るんですよ、あの買ったギターを削るん。あ、本当、自分でじゃないでしょ。自分でじゃないです僕自分で削る人なんで。すごい、多すぎる、そこまではいけないんですけど、ええ、あの削ってもいただいてて、うん、その細さに合わせてこれもちょっと女の子が使いやすいようなネックになっております、うん、素晴らしいですね。わー、ありがとうございます。
かっこいい、ね、あれだよちゃんと、ペグも高さが変わってるやつで、あ、そうです、ね、はい、そういうそういう弦のあのなんていうのかな、張力を考えたやつで、しかもお尻が半ばっかついてて、そうなんです、しかもフェンダー特有の3つ3つのね、ホールが開いてる、すごい解説してくれてる、素晴らしいですよ、かなり太い音が出るので、うん、ああ、じゃあもうジャンル問わずに、ジャンル問わずに結構真ん中ズバンっていう音出るので、ね、おすすめです、すごい可愛いです、あのぜひ現物ね、飾ってもいいし、おすすめですって、現物を見に、おすすめされた、現物見にですね楽器屋さんとか行っていただけたら、ちょうど今頃ですね12月の後半戦に発売っていうことは今頃なんで、はい、もうすぐかな、ね、そうだね、見て触ってみていいんじゃないですか、すごい可愛い可愛い、ぜひピックガードも本当に白の、はい、真っ白なんで、とにかく白いね、はい、とにかく白い、とにかく白い、なんでだろうね、とにかく白いんだけどすごい派手、なんでだろう、なんでだろうね、逆にね、それはちょっと一個こだわってるから、皆さんそれチェックしていただきたいと思いますけど、うん、そんなスーさんのですね、はい、サイレントテレキャスター、はい、ぜひぜひ皆さん楽器屋さんでチェックワンツーしていただいて、チェックワンツーお願いします、だけどアイニャンも、はい、サイレントジャズベースはい、こちらです、ダーン、何色ですかこれ、これ、うん、何色なんですかね、何色って言うんだろうねこれ。何色、まあ、グリーン。グリーン寄りのブルー。ブルーグリーン。なんか洗濯の、 あの粉みたいな名前ですけど。ブルーグリーンみたいな。そうですね。これもこだわっていただいたんですけど、私が持っていて、あの、うん、ずっとメインで使っているジャズベースを、うん、あのできる限り再現してもらったんですけど。はい、持っている私のベースがやっぱこう日焼けとかちょっとくすみが出てきてるので、まあね、ね、実際のものよりは、うん、まあ、緑寄りのブルーになりました、うん、ちょっと日焼け寄りっていうことで考えていいのかな、そうですね、どうなのかな、でもまた違った可愛さが出て、ね、あ、これいいなって、うん、ただ特徴は、はい、あのラインが、そうですね、ボディのこのラインがネイティブ柄が私すごい好きで、うんうん、ジャガー通りの皆さんなんか想像していただけたら、ジャガー通りの例えば最近はギターのストラップとかすっごい流行ってるんですけど、それがあのプリントされてると思っていただけたら、はい、ね、もうこのネイティブ柄が好きになりすぎて本当ね、服もそうですし、うん、すインテリアも全部このネイティブ柄にしてた時に、うん、今使ってるベースを、作っていただいたので、うん、もうベースにもネイティブ柄を入れたいって言って、うん、わがままを言って手書きで、手書きなんだそれ、はい、そのそ、ね、要するにデザインを全部起こしてもらったっていうことでしょ、すごいすごい、はい、で、あのスーさんのギターと同じく、はい、ピックガードはワンプライの白 で、はい、でね、ピックアップカバーも白っていう、あのちょっと珍しいですね、ジャズベでピックアップカバーが白いのって、そうですね、普通ここで切り替わって、ね、パネルがついてそこにはスイッチパネルがつくんだけど、はい、全部白いのもこだわっていただいて、うん、つまみもこだわっててアンプ用のつまみがついてる、そうですそうです、ね、さすがです、それは可愛い、はい、付け替えてちょっとヴィンテージっぽさを、うん、はい、出してもらったんですけど、でしかもマッチングヘッドとボディの色が一緒なんですよ、うん、はい、これもお気に入りです、もともとフェンダーでそれやってるとすごい贅沢ギターだったんで、そうなんですね、うん、マッチングヘッドの例えばストラトとかって本当に少数しかなかったりとかさ、テレキャスもだけど昔全部オーダーでやってたので、それを今簡単に手に入るっていう状態になってますっていう、でも、はい、あのブリッジなんかもすごい重たいブリッジがついてて、あ、そうですね、で裏通しになってるんだけど弦が、もう全部説明してもらってもありがたいです、ね、で、はい、あ、もう一緒一緒、裏にはサインが入ってるみたいな入ってるみたいな、でサイレンの、あのプレートもついてるみたいな、そんな感じ、そのプレートだけちょうだいよ、僕のギターにつけるから、これだけですか、ええ、何でもらえるんですか楽器感ないから手に入んないっていうね、そういうやつですよ、でネックもあの、うん、実際自分が使っているベースも削ってもらって、うんで、で、うん、後ろもサラサラ加工をしてもらってるので、ね、うん、はい、すごいあの初心者さんにもスーのと同じくおすすめのベースになりました、うん、見して、ぜひ弾いてくれるんですか、弾いてくれるんですか、何言ってんですか、僕はベースなんか弾けないですよ、ギターですもんね、そうですよ、そんな弾けるスラップです、しかもすごいすごい、うん、フルスケールだからさ、はい、そんなにほら慣れてない、そうなんですか、全然慣れてない感じがしないんですけど、うん、
ベースはね今作ってて家で。家で。すごい。あとで写真見せていこうか。見たいです。ね、じゃあ。またフェンダーのベースなんだけど、はい、いじくってて作ってて、すごいですね。すごい、もう似合う。これもうあげとる。あ、よかった。もう本当そろそろギターはもう考えた方がいいね。これからベースか。クリスマスプレゼントかな。これからベース。かわいい。でもなんかその結構ガーリーなデザインと思いきや、男の人も全然あるじゃないですか。ありな、ね、似合ってます。いや、僕より、はい、アイニャンが似合ってなきゃいけないでしょ、本当は。アイニャンもう物にしてるからね。あ、そうか、物にしてるからね。でも本当男性の方でも、ありがとうございます、うん、ぜひあの手に取ってもらいたいなと思って、ね、でもすごい、あのネックなんかすごい本当に引きやすい感じ、はい、あ、よかったですね。はい、もうおすすめです。そういうプレミアなんかに比べたら少しあのナローになってて、手が大きくなくても、あ、そうですね、全然弾きやすいやつになってるんで、初めはジャズベの方が弾きやすいかなと、うん、私はまあプレベだったんですけど、うんうん、ジャズベね、かなと思い、いいじゃないですか、はい、ぜひぜひこれもぜひ楽器屋さんで、あの楽器屋に行ったら、でもあのどっちのギターも派手に、なんで派手に見えるんだろうな、個性、別にそう派手な部分を作ってる使ってるっていうわけでもないんだけど、とても目立つなんか可愛いギターになってますんで、楽器屋さん行って、はい、ちょっと見てきていただきたいと、はい、ぜひぜひということでございまして、もうそろそろお別れの時間がやってきちゃいました。2020年、来年になりますけども、はい、9月の20日、はい、10周年記念したワンマンライブと、山中湖の交流プラザキララ、はい、あります。ぜひ来ていただきたいと思いますと、はい、いうことでございまして、今週はですね、サイレントサイレン、ボーカルギターのスーさん、そしてベースのアイニャンさん、お二人お迎えしてお送りしましたということで、ありがとうございました。ありがとうございました。